テレビ朝日の番組がまた謝罪しちゃったんですよね。僕はね、テレビ絶対に必要だと思ってます。いいですか皆さん、テレビを考えるヒントはここにあります。はい、と YouTuber の川町慎一郎です。ただいま5月14日の朝8時を迎えたあたりでありますけれども、この前にですね、ツイッターでも芸能人の皆さん方がツイッターなどで参加してですね、政治を議論することは大変いいことだと思うという話をしました。そしてフジテレビ特ダネの小倉智昭さんの番組内での、コメントについてですね、ちょっとおかしいんじゃないのということを、私疑問を呈してきたわけですけれども、実はその2つの、ものを配信してきましたが、その裏でですね、私に対してテレビ朝日のグッドモーニングという番組が謝罪をしたのに、そこに触れないのはおかしいじゃないか、やっぱりあんたテレビ朝日擁護してるのかという指摘がたくさん届いたので、今日はこのテレビ朝日のグッドモーニングについての私の考えを述べます。でそれと同時に、改めてこの時代テレビとどう向き合っていくか、テレビとはどんなメディアなのか、その考え方の一端を私ご紹介します。これ話してたら何十時間もかかるので、そのうち絞ってポイント、こういうものなんだよということをですね、お話をしていきたいと思いますので、これ結構大切なことになると思います。ちょっとこれ皆さん方ハッと気づくようなところがあると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。またずっと画面を見ていられないという方はですね、耳だけお貸しいただければですね、聞き流しで結構でございます。そしてまたこのチャンネルを訪れた皆さん方には、ぜひチャンネル登録をしていただき、下記にコメントいただきたいんですね。で私皆さん方からいただいたコメント、私に対して否定的なものも肯定的なものもたくさんありますけれども、全部見た上でハッと気づくこともあります。でその気づいた時にはしっかりとそれを踏まえてですね、次の配信制作提言につなげてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではこのまずはじめに、テレビ朝日グッドモーニングという番組は朝の時間の名前の通りですね、番組でして、全国ネットではですね、羽鳥慎一モーニングショーというのが朝8時から放送されてますけれども、その前の時間帯の枠の番組です。ただこれ関東を中心にした全国ネットではないので、関東を中心にいろんな地域で放送されている番組ですけれども、この番組の7日の放送に、ちょっと疑義が呈されたわけですね。どんな内容だったかというと、ヨーロッパから今、帰ってこられている渋谷大輔さんというお医者さんがいらっしゃるんですけれども、この方が、取材をされてコメントした放送が流れました。でもこの放送された後に渋谷さんご自身がですね、自身のフェイスブックでちょっと私が意図している内容とは違う形で編集になって、違う形で放送されてしまって悲しいといった趣旨のコメントをしたことで、おかしいじゃないかテレビ朝日はということで、ネット上でいろんな議論になったんです。でそれを受けて12日に MC を務める坪井直樹さんが謝るという展開なんですが、これどういうことかと言いますと、渋谷さんはヨーロッパから帰ってきて、今新型コロナの最前線の現場におられます。でそうすると今 PCR 検査をどんどん増やすべきだ増やすべきだという声はありますが、これはもちろん原則としては分かります。我々も伝えてきました。ただ医療現場の逼迫具合からすると、本当に検査をいくらなんでもこうバン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 やっていくことだけがいいとは限らないよと、医療現場の皆さん方の気持ちも考えてねというようなお話をしたかったらしいんですけれども、実際の放送ではPCR 検査を増やすべきだという主張の学者さんとつながりでですね、放送されたがために、渋谷さんは PCR 検査を増やすべきだというような流れの印象になってしまったんじゃないかということを、ご本人がちょっとこう悲しい疑義を呈したわけです。でこれ12日の放送で改めて渋谷さんの思いは違いましたということをフォローをし、長くそのいわゆる1ワンコメントというよりも長い状態で渋谷さんのコメントをご紹介して、医療現場の皆さん方が、坪井直樹アナウンサーが、渋谷さん の思いを伝えられなかった、この点については配慮が足んなかったというお話をしたんです。でもネット上では真逆編集をしたとか変更報道をしたとかいう方の流れが出ているのに、坪井直樹さん自体はいわゆるその視点、この視点について、医療現場の皆さん方の現場の視点についておろそかにしてしまったことを謝るという展開でしたから、それは本当の謝罪になってないじゃないかみたいな指摘があるわけですよ。でもそこで考えていただきたいのは、じゃあテレビ朝日は全くの嘘を放送したんでしょうかという点なんです。4月の末に玉川徹さんがモーニングショーの中でコメントをしました。で私は僕は違うと思う、あるいは東京都からも番組にクレームがいって、玉川さんがお詫びした時には完全に全く違うこと、しかも東京都の発表で説明していることとは全く違うことを玉川さん喋ったので謝罪をされました。でも今回は渋谷さんというドクターは
コメントしてるんですね。渋谷さんが喋ってる内容をそのまま流してるわけですから、渋谷さんが喋ったことには間違いないんです。ただ編集のつながり上そう見えちゃったということに対して渋谷さんが怒ってるんですけど、これをこの瞬間を切り取ってですね、変更報道だというのはちょっと待った方がいいと僕は思います。というのは、僕この点がテレビ朝日に限らないですよ。日本テレビだろうが TBS だろうがフジテレビだろうが、僕が一番気にしている点でして、私は基本生放送の番組のですね、出演依頼が来た場合には議会日程など、まあ、いろんな他の用事もありますけれども、重ならない場合は極力出るようにしてます。ただインタビュー の依頼などに関してはまあちょっと内容を考えなきゃいかんなと思ってるんですね。というのは、まあ、編集権っていうのがあるわけですよ、テレビマンには。僕はその編集権は持ってないんです。だから私の考えはこうで、こういうことでって、もう一言とか二言で終わる話だったら受けますけれども、よく言われますよね、1時間も取材を受けたに使われたの15秒だ20秒だって。そうなっちゃうけれども、でも1時間喋ったうちの15秒なんで、本人の口から出てることは間違いないんですよ。で、僕はそのことを言われると嫌だなと思っているので、基本的にはテレビ局の皆さん方と話をして、編集権に口出すわけじゃないよと、だけれども俺の意図はこうだから、しっかりとその上踏まえた上で放送してもらわなきゃ困るよってことをいつも念をしてます。あんまりしつこく言うとですね、また放送に現場介入してきたと反論されてもいけないので、これは別にテレビ朝日だろうがどこの局だろうがみんな言ってるんですね。でも渋谷さんだとか一般の方だとか、そんなこと考えずに言われたこと答えてて、もう時間もないな、もうじゃあ何聞きたいんですかみたいな結論急いじゃうと、そういう都合よく放送で使われてしまうということがあるのかもしれません。まあ、ただそれは、私がそうやって意識的に動いてるからできることであり、一般の方だとか、今回の渋谷さんなんかはそういう考えじゃないので、やはり言えないですよね。でも言えないけれども、事後的にではありますが、Facebook を通じて編集について疑義を生じたことで、改めて大きな尺を取ってですね、週が明けてましたけれども、番組内で放送したというのは、これは一つ大きなことじゃないかなと思ってます。いろんなこの編集のつなぎ方、この人が出てる、だからこれいろいろ見え方によって、今のその検察庁法改正案を抗議しますということもそうですよね。事前に黒川さんの定年延長が決まっていた、ここで議論されていましたという放送の直後に、いや今回の法改正案はいけないんですって出てくると、それはいけないわねってなる話になります。ただ今回はだから、この法案が通ろうが通らなかろうが、黒川さんのもう定年延長というのは決まっちゃってるという前提が抜けちゃってると、つなぎ合わせるだけだとそういう印象になっちゃうので、これは印象操作じゃないかみたいな言い方はいいと思うんですけど、真逆編集みたいなのは僕違うとは思いますね。新聞によってはそういうタイトルつけてきましたけれども、真逆なように見える編集だとか、テレビ朝日擁護するわけじゃないんだけれども、渋谷さんが喋ったことを放送したことは間違いないというふうにお伝えしておきます。で、そこで今日の本題に入ります。テレビを考える上で一つ皆さんにご質問したいんですね。この質問に何人の方が答えられるでしょうか。僕いろんなところでこうやってテレビの見え方とか、テレビと政治の関わり方みたいなのを講演だとか勉強会でずっとよく喋ってきても何年も経ちますけれども、一番最初にいつもやることです。ぜひお付き合いください。皆さん、これは何でしょうか。イロハスと書いてあります。いろんな方たちが見て、こいつは何を言ってるんだというふうに思われるかもしれませんが、これが水だと答えた人、皆さん危ないんです。これは水のペットボトルだと言った人、正解です。ということで、実はこれはイロハスと書いてあるし、どう見てもこの形状ですからペットボトルなんです。でもこの中にミネラルウォーター、イロハスの水が入ってるかどうかというのはどうやって確認したんですか。つまりこの中はお酒かもしれないし、焼酎かもしれないし、あるいは透明の何かかもしれないし、私がこれ何ですかと聞いた時点ではまだ飲んでないんでわからないですよね。逆にレポーターの方が、じゃあこれ何でしょう、何だと思いますか、飲んでみましょう、あ、水ですねと言って、これが水じゃなければ嘘ですけれども、そこまでやった時に初めてこれは水だと言える。パッと見た瞬間にこれが水だというような思った方は、ちょっとテレビの報道をもうちょっと一歩見つめ直した方がいいかもしれません。私は今こう動画を配信してます。私の立場からすると、これ何ですかと聞いた時に水だと答えた方でも、開けてみたらこの中を日本酒ですよ、あるいは焼酎ですよと私が答えた時に、皆さん何と思います。騙すなよって、そんなペットボトル入れてってなりますよね。でも画面通じてはここまでしかできないんですよ。ならば僕はだからよくこの YouTube チャンネルで双方向でというのは、いろんな質問をしてください、いろんな意見出してください、一方通行はやめましょうねと言ってるのは、その時にじゃあ飲んでくださいって言ってもらったれば、初めて、はい、飲んでも普通の水ですよ、これは嘘ついてるとか別ですよ。つまりこれを見せるという事実は
テレビ、どこのテレビも間違ってないんですよ。渋谷さんが喋ったというこのコメントは嘘ないんです。でも本当にこれが水なのか焼酎なのかお酒なのかわからない時点では、真実は何なのかわからないということをしっかりと見つめていかなきゃいけないんですね。僕は今なんで、じゃああんたがねそんなこと言うけれども、テレビ局ってみんなそういう気持ちでやってんのと思いますが、テレビ皆さん1日24時間しかないですよね。僕も1日24時間しかないし、皆さんも1日24時間しかない。テレビ局の番組欄も見てもらえば、それも1日24時間しかないんですね。でもその中で、例えば1日24時間のある中で、まあ、番組が 2時間の番組とか1時間の番組とかって、こういろいろ報道番組、情報番組ありますけれども、かつその中のニュースのコーナーって1分とか15秒とかを一人のディレクターだとか記者さんたちが来るわけですよね。いろんな1日24時間があって、その中の瞬間的に切り取って音をつないでいく、これテレビの生放送の評論家の皆さん方もそうですけれども、そこで喋ってる内容は、多分皆さん、僕が言ってるのよく言うのは、皆さん取材してるから喋ってることは取材に基づいて事実でしょうと、でもそれが真実なのかどうかというのはもう一回検証作業が必要ですよと言ってます。だから僕はテレビの画面で伝えてることっていうことに関しては、この画面、今皆さんが見てるこの画面上のことはテレビの画面もそうですよ、全部間違いないです、事実伝えてるんです。でもじゃあ離れてみたときに本当にどうなんだろうかと。すごい人がいっぱいいますね、でもわーっと引きのカメラで見てみたらちょっとしかいませんでしたっていうこともあるんです。で、僕はこれで僕らすごい嫌な思いしたの。例えば3年前に東京都議会議員選挙というのがありました。で、僕らは60人自民党を立候補してましたけれども、最終日に安倍晋三さんが夕方秋葉原に千代田区で出てるからの応援に行ったんですね。で、そこで、まあ、基本的には自民党の最終演説会ですから自民党の支持者が多いんですが、その中に一部安倍さんを批判するような人たちが、まあ、声を大にして騒いでいましたよと。で、そこに対してここにいる多くの支持者、自民党の支持者に対して安倍さんはこんな人たちに負けてられないんですって言ったのを、その瞬間だけ見るとですね、秋葉原の前にまず大前提として安倍さんは否定的で、みんな安倍さんを批判する人たちがたくさん集まった。で、集まった中でこんな人たちに負けてられないんですというような様子の編集になっていて、それがもうブワーッと都議会議員選挙の前に流れて、やっぱり安倍さんダメなんだなと言われたのもあり、もともと都議会は悪いってレッテル貼られたこともありますけれども、合わせて、まあ、歴史的大惨敗ということで自民党は60人立てましたけれども、23人しか当選できなかったということもあるんです。常に情報というのは一時情報は何なんだろうかというのをいつも確かめるようにしてるんですね。まあ、僕の政治家の皆さんもそうだし、いろんなコミュニティもそうだと思いますけれども、いろんな噂が入ってくるんですよ。あの人こんなこと言ってましたよとか、あいつは足引っ張ろうとしてですね、みんなささやくんですけど、本当じゃあ誰が言ってたのとか、どこで言ってたの、じゃあ見せて証拠みたいなことを言うと、いやそれはね何々さんが言ってたからとかね、なんだからって言って出てこないことが多いので、やはり位置情報に当たるということの大切さを、まあ、考えなきゃいけないと思います。一方でそういう、だから人のコメントとか編集が入るというと、そういうものなんだと、本当にそうなのかなっていう必要性があるんじゃないかなと思います。ただ災害報道だとかテレビの在り方というのは本当に災害の時に必要だと思っていて、皆さん方もご記憶あると思いますけれども、東日本大震災の時に大きな津波が三陸海岸を押し寄せて、多くの人たちの、まあ、いろんな意味での財産、命を飲み込んでいった、あの様子というのはずっと脳裏に焼き付かれてると思いますけれども、あれは CG ではないんですよ。こういうことを伝えられるのは実は映像メディアしかないんです。9月11日ニューヨークの同時多発テロで世界貿易センターがですね、テロに遭った時の様子というのも皆さんの頭の中にあると思います。これも事実なんです、映画ではないんです。だから僕はそういう意味では、そのテレビというのをなくした方がいいという多くの皆さん方の意見に対しては私は反対で、やはり重要なことはしっかりと伝えるべきだと思います。 YouTube があるじゃないか、いいじゃないかと思いますが、まだまだですね、いや報道機関と呼ばれている人たちに与えられた潜在的な信頼感とか特権というのかもしれませんけれども、大切なものあると思いますよ。今 YouTuber の皆さん方がいて、じゃあ事件が何か起きました、カメラ持って事件現場に行っていろんな取材をした時に何人の方が答えてくれるか、一方で NHK です、テレビ朝日です、フジテレビです、ちょっとお話聞かせてくださいと言われると、多くの人たちはああマスコミなのかと言って喋る方も多いんじゃないんでしょうかね。だからこそ僕はそういう、例えばここで、まあ、国会に入れる人たちの記者があったりとか、スポーツの
現場でもそうですよね。いきなり YouTuber が野球の取材したいからベンチ裏入れさせてくださいって言ったって誰も入れさせてくれないですよね。まあ、報道機関として、まあ、そこに所属している身分が明らかだからこそ、まあ、そうやってあの野球だったらベンチ裏に行けるわけで、僕らだからそういうテレビの後輩たちのアナウンサーたちにもよく言ってるし、いろんな記者の皆さん方にも言ってるけれども、すごく特権なんだと思います。その立場というのは、テレビの立場というのはすごく貴重で価値があるけれども、その価値を、ね、あのみんなから否定されるような編集はやめた方がいいよ、否定されるようなコメントはやめた方がいいんじゃないのという話をしてきました。で、一方で僕はその一様にですね、あのメディアが権力を批判しなくなったらそれはそれで怖いと思う。よくその政治家のレベルが下がったと言われます。僕もこれよくその政治家のレベルが下がってるんじゃないかといういろんな人たちに言われてますけれども、あの一方で僕はその政治家に対して意見を言っていくようなマスコミ側の、あのレベルも落ちてきたんじゃないかなと思うんですね。でここはやっぱ確固たるものとしてやはり堂々とですね意見を言っていく、あの何でもかんでもつなげばいいやというような編集すればいいやということはやはりやめて、それぞれが責任を持ってですねやっていかないと信頼関係って成り立たないんじゃないかなと思うんですね。さっき言ったように取材を受けてくれるのは日々の生活の中で、あテレビ局の皆さんだったら嘘ないな、毎日テレビ出てる玉川さんだから嘘ないなと思ってるからこそ皆さん方は信頼を寄せているわけですから、本来であればこう渋谷さん、たまたま今回はフェイスブックというものがあったのでサイレントだったものが多くの皆さん方の力でサイレントマジョリティとなってグッドモーニングという番組を動かしたことになります。でも今までずっと長い間泣き寝入りしてきた方多いと思いますよ。僕の周りにもたくさんいます。だから火がついちゃったら止められないっていう怖さはあるんだけれども、そこに対してきっちりとフィルターをかけていけるその SNS 社会があるということを分かった上で、例えば政治とか権力といえば権力を持っている政治家がいる、それをチェックするマスコミがいる、で両者をチェックするこの SNS 界みたいなね、新しいグループがあって、この3者が緊張関係を持つことによって日本の社会ってすごく良くなっていくんじゃないかなと思うんですね。だから僕はあのテレビの否定もしないし SNS の否定もしないで政治家の否定もしない、みんな諦めてないです。皆さんと一緒になってこの政治家のレベルも上がる、チェックするマスコミのレベルが上がる、そしてさらに双方を見ている SNS で応援してくださる皆さん方のような人たちが増えていく、そのことによって社会全体が上がっていけば、みんないい加減なコメントできないしいい加減な仕事をしなくなるんじゃないかなと思います。今日ちょっとあの駆け足でいきました。テレビってこういうもんですよという話になりましたけれども、まだあのリクエストがあればいろんな個別のケーススタディもあるし、今日はマクロの部分でテレビってこういうもんですとお話をしてまいりましたんで、あの最後までお付き合いいただいてありがとうございます。とにかく大変なんですよ、ね、今の社会、ね、コロナのことを集中してやりましょうと言ってますけれども、コロナのことばっかり集中してやってるとコロナが終わった後次の経済あるいは社会システムが動かなくなるので、コロナをやりながら社会システムをどう構築していくかというのは、まあ僕らの政治家の課題でもあるということを最後にお伝えして今日の動画を終わりたいと思います。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。